今夜のパッチタウン TV はこれまでを振り返る。お見逃しなく。今週も始めましたパッチタウン TV、 皆さんこんばんは。さあ先週にですね、うん、クリスマスの話をしたんですが、はい、なんともう今回で今年最後の放送となります。そうなんですよ、早いもんで ね、まあ、今年1年いろいろありましたけど、うん、なんか印象に残ったのとかあります？あります。やっぱり番組スタートしたのと、うんうん、あと私は川柳とかも、ね、そうですよ、コーナーもらったりしたんで、ちょっと初めてのこともいろいろあったりして、うん、もう川柳の女としてね本当にあれでしょ、普通に道を歩いてても、あ、さやだ、初めて見たぞ、生さやだみたいなね、川柳に声かけられるようになったでしょ。それは来年の目標です。あ、来年の目標。来年の目標は575で声かけられたい。いいですね、さやちゃん。じゃあ北九州で見かけた方、575、ちょっとね、ね、準備しておいてもらいたい。そうですね、さやちゃんを見かけた時のちょっと言ってくださいね、さやちゃん、声かけられたら、ね、うん、声かけられたら575、これはいいですよ。まあ、そんなこと言ってる場合じゃないから、そうですね、もう今年最後の、ね、企画を。そうですよ、はい、はい、早速それでは曲をご覧いただきたいと思います、うん、はい、どうぞ。今回はタッチタウン TV の名場面を振り返るぞ。この番組では毎回ゲストが来てくれているんだけど、初回でこんな場所に行ってたんだっけ。ただいま、いきなりですが都の城へ向かっております。ヤドゥです。ね、最近なんかみんなあんまり勝ってないらしくて、あの引き強の楽器さんも最近負けてるんですよね。すごい不調ですね今ね。何も弾けないらしい。何、どこに、何に行くの。なんかパワースポットに行ってちょっと弾きをね。パワースポット、ええ、よし到着。さあ着きました。まあそうだね、まあ、パワースポットですから。すげえ見えてきた。うわ全然違う。前日ねちょっと大雨本当や、うん、だったせいでここで立ち入り禁止なんですよ。汗かいてますね。そうそうそう、だもうちょっと近くで水しぶき、でもここでも水しぶき来ますか。いやすごい、うわ涼しいわ。これ晴れの日だったらね、はい、泳げるのに。美味しいご飯も食べ、最後はオーパス都城店で引き試し。するとクリスがここでまさかの、これ確定チャリーか中段チャリーのどちらかですよ。こっち側しますか。あーどっちだ。あー確定だ。来たか。これはやりましたよ。これはで1ゲーレン確定なんで、さあたまらん、本当たまらん。ご褒美の温泉をかけてバトルをしている3人と、ここでヤドゥの姿が見えなくなったんだけど、あれどうしたんすかヤドゥさん。え、どうしたんすか。いや1年前ぐらいこんなんじゃなかったよなと思いながら、新人の頃は。しょげてるんですか。しょげてはいないんですけど。しょげてはない。しょげてはいない。戻ってください。こんな俺は誰も見たくないやつだ。よし、じゃあ AKB でちゃんと当ててやりますよ。鹿児島が生んだ野獣ヤドゥなら当てられるはず。ほら早速チャンスが来たじゃん。ルーレットチャンス。まあこの間ずっとここなんでね、演出がアテナ以外なんかとりあえずチャンス来て、来たチャンス、ホームラン打て。さあ野獣じゃなくてこれは可愛いペットだな。ペット、あ、バレました。最高。ほいほい、やばいっすね。いやこれ正直収録
碁も打ちたい台なんで。調子のいいガッキーと同じくさやちゃんも好調な様子。 RT 中に引いたチャンス目からイエスランド移住院店ではバトルをした後にこんなところへ。さあさやちゃん、僕らご褒美の場所にやってきました。やった。今回のご褒美、はい、こちら砂虫会館サラクさんです。2人がやってきた場所は指宿市にある砂虫会館サラク。砂虫温泉に入れる、家族連れやカップルなどに人気のスポットだぞ。お二人、砂加減はどうですか？気持ちいい、ほんとぬるい温泉みたいな。気持ちいいです。めっちゃ暑いかと思ったら、ほんと心地いい感じ。ねえ、ずっと入れる。このままビール飲ましてほしいな、この状態で。自称峰富士子が登場。もちろん打つのはあの台だ。今のはすいません、ピーを入れるかさ。この回ではオープニングにも出演しているメイちゃんが来てくれたぞ。ランマ2分の1、女バージョンですね。ガキは羽物をチョイス。すると早速入った。任せろ。そうなの。 V ね、 V に入れば当たりです。おお、入った入った、一発。しかもこれ何ラウンドか、3、なんかまあまあでも超速いですよ今の。なんと開始1回転で大当たり。これぞまさに羽物って感じだな。確かこの画面もなんかあったはずですよね。あのこのシナリオが違うか、8つあるんですよ。あとはステージ、おっ、D ロック、しかも兼ねるが今一瞬消灯したので今日チャンス目かな。今日チャンス目、よし。100ゲームあのせいです。今のはちょっとなるっすか。ほら、そうだ、ほら、ロボニアンドライブ、特化ゾーンっすね。赤7、黒い姿勢がセットするかと思う。あれね、ここで7ぞろい高確率ゾーンのロボニアンドライブに突入。ちなみにカットインが発生した時点で7ぞろい濃厚だから気合を入れてって、もう終わりそう。来なかった。継続確定とはならなかったけど、残りゲーム数は100ゲーム以上。いやー、今日のヤドゥは一味違うな。打ち始めは武将は男じゃないととか言ってたけど、なんだかんだ言って楽しんでるんじゃない。大泥棒ゾーンに入りましたね。こっから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 。あ、なにこれ、見た？今なんか虎の保留なんか出たよ。あ、なんかキューキュー言ってる。なになに、お、なにこれ。お、3D のやつだ。これ来たんじゃない、これ来たんじゃない、ほら。あ、フジコ、フジコ出たよ。フジコ出たらかなりいいよね。暑いよねこれ。来たんじゃない、来たんじゃない、当たりじゃない、これは、これは当たった。2で当たった。これ使ってないんだけど、ルパン
ルパントリガーは使わなかったけど、何はともあれ大当たり。初回の図柄大当たり時は必ずゴールデンタイムに突入するから、トリガーを引くチャンスはまだまだあるぞ。あーやばい、回避、あ捕まったし、ちょっと嘘でしょ、早くない、早くない、お願い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 、あーお復活来ました、タイプライター魔女の女ミーネ藤子です、とかなんとか言ってるけど、ルパンで大活躍、すごいサーチライトが派手派手、ほら藤子ちゃんしかも生で当たった、や視聴者の方もバトルに参加してくれていたぞ。この回ではボクサー VS ドクターの異種格闘技戦が勃発。ボクサーでございます。今日はちょいちょい見えてるんですよ、あっち側に。あの会長がね、いられるんですよ。すっごい緊張してるんですよ。だから結構ね、今はね笑顔ですけど、そう展開したりは怖いですからね。なんと今鹿児島の夏でございます。素晴らしい。鹿児島人の僕たちに勝てるわけないんですよ、デリカツさん。いや鹿児島のこと知らないですから。はい、え、ちょっと待ってください、鹿児島をディスりました。今いやディスってないです。ディスりました、鹿児島の人が。でも北九愛が強いから。北九愛は鹿児島が嫌いなの、ヤドゥが嫌いなの。ヤドゥですね。ヤドゥか。それはしょうがない、俺が嫌いなの。分かってたけど。いやいや、あっ当たり来た、当たり、ノーマルリーチで、素晴らしい。あ、こっちもチャンスですから。1対1、ちょっと今当たってるんですが黙ってもらっていいですか。今カメラこっちだから。これはこっち映して。ほら、あ、ほらこれもらいました、4回目リーチ。あるあるある、4回目、確かにある、これ当たります。うわー、はい、素晴らしい。同点になった瞬間にまた逆転するか。これは間違いなく当たります。倒つけるか。はい、お、しかも完璧、完璧です。すぐさまデリカツも応戦。激しい打ち合いになってます。4対3。あ、桃鉄チャンス来ました。あ、もう、はい、6スペシャルラッキーです。素晴らしい。わあ、これ桃鉄のゲームのね、桃鉄と一緒ですよ。あ、もう保留が変わってる。ああ、お、よし、ナイス、当たりました。大泡でしたか。珍しく有言実行。はい、当たりましたよ。どうよこの感じ。いや、がっつりですね。ね、はい、ガチだから。ガチですね。でもせっかくだからさ、痛い。今2回目ちょっと強かったでしょ。ちょっと強くなかったね。ちょっとここはフェイントはダメだわ。今俺びっくりしたわ。いいよ、いきます。スナッチャッおおおおおお医者さん、大丈夫大丈夫。すっ、いや、何してんねんお前。やっぱり嫌い。いや、俺のこと嫌いってそんなに今言わん、ほんと。いや、しかもめっちゃ重いし、パンチが。最後はお約束のパンチを受けてノックアウト。次はもうちょっと薄いミットで受けてほしいな。超番長引いちゃったのかな、私。マルハンといえばゲストライターを呼んでのガチバトル。今年もたくさんのライターさんが遊びに来てくれました。その中でも特に引きを発揮したのがこの人。序盤だ、序盤くせー。わしが期待の薄いやる。まあまあ演出見ましょう。あー、もう完全に序盤です。練習目出てますもん。 ART 機と
としてありえない名刺が出てます。軟弱動物王、はいはい、素晴らしい、もうリーチが出てきます。狙いに行きますよ。あ、どうなったって男の生き様見せてやって。斜めに、ありがとうございます。ゴッドより低いですから。え、こんなもん行くと思わない。いや、やばいですよ。しかもあの強化というからなかなか出ないですよね、表面と。すごい、さすがです。プラス3、プラス30です。そんなはずないですけどね、平均はもっと全然乗ります。よかったですね。一回揃って、一応ほぼほぼいけるじゃないですか、天国が。あ、まあ、天国だから、絡めるから。まあ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 、まあ、記録ボーダーも確定してて、ボーナスは96以内で当たります。次、いやいや、元祖引き強スロ姫の腕はこんなもんじゃないですよ。はい、来た、機械予告。この間次回予告外したからな。あ、人的なのが出た。あれ、だよね、今絶対絶頂入ったと思ったのに言わなかったか、間違ったやだろうと思って。あのデメ出たら絶頂ですもんね。うわ、何、どうしたの今日、強いっすね今日。あ、違うわ、もう今で終わってたんだ。まあ、それ大丈夫なんですけど。まだ来たよ、まだ来たよ。何聞いてるんすか、早くないだ。なんかさっきの、はい、ボーナス黒人の時にリーチベレスで、あれ、これ絶頂だなと思ったんだけど、間違ってたのって言われて、ボーンって叩いた。やば、あ、終わりました。いや、素晴らしい。勝負はダメだったけど、もうね、これほぼほぼ皆さんと僕の勝負ですわ。あのベッドボタン一番上だったんですよ。激アツ出てからの7、いきます。本日2回目、ありがとうございます。やべえ、さっきのロットトライが結果8セットあったんですけど、終わって100、あーもう消えてた、終わって105ゲームです。やばいね、まさかのフリーズ引きましたよ。ちょっとお見せできなかったんですけど、超番長ボーナスのケーキ、当選ケーキ2つとも引いたの。何この確率っていう、あのガッキーのゴッド2回よりよっぽどすごいですからね、こっち桁が違いますから確率。というわけで今日は必要の日でした。はい、消化します。ガッキーさんがゴッド2回引いてるんですよ。知ってる。皆さんが超番長これ2回目、あのこんなことされたら僕の尺全然ないんです間違いない。今年も残りわずかとなってきましたが、来年もパチタウン TV をよろしくお願いします。皆さん、良いお年を。皆さん、いかがでしたでしょうか。とっても今回も面白かったですよね。あったあった、こういうの。ね、あったね、昔あのオープニングでさやちゃんばっかりクローズアップされたから、最後自分に持ってこようと思ってやられたんですもうね、年末最後だから誰も待ってないですよ、けど懐かしいかなと思ってちょっと久しぶりにやってみたんですけど、また2017年もやるんです。いや、やめてやろうか、なんか勢いが。二度とやめてくれ本当に。2016年に置いていって、それは。いや、でもね、もう最後なんで、うん、このスタジオもちゃんと最後大掃除して帰るから、お、うん、皆さんもぜひ ね、大掃除まだの方やってもらいたいと思いますこれ何のお知らせなんですかこれ何のお知らせ、おかしいですよ、最後の締めですよ、ね、今年最後の締めですよ。あ、よく言った山木、忘れてたっていう人もいるかもしれないからその 2,3 人の方にね、喜んでもらえたら僕はいいと思います。いやいや、もう今年最後なんで、ちょっとね、いい締めで終わりたいと思うんですが、また皆さん来年もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでまた来週お会いしましょう。千里ありますんで、そうですね、見てもらいたいと思います。はい、それでは皆さん、良いお年を。さよなら。
つまはじき、亭主は家でつまはじき、来年もよろしくねー。